草すごいですね。うん、まだねこれ夏草だから枯れるからまあほっといてもいいようなもんなんですけどね、うん、自分も自然界の一員だなと思いながらこう仕事するとね、うん、楽しいんです。うん、自然農っていうのはこの どういった特徴があるんですかね。まあ、川口さんの言葉借りて言うと、はい、虫や草を敵にしない、うん、という農法なんですね。はい、耕さないで虫や草を敵にしない、うん、虫も自然界の生き物、我々人も自然界の生き物、はい、共に生きようっていう考え方ですね。自然のたまたまね引っ張り込まれたというかやることになってよかったですね。ある人は生姜待ってますって言ってくる、うん、ある人は里芋がとろっとして本当美味しい、うん、と言ってくれる。うん、うん、そうやってね自然農の作物は喜んでくれるから、うん、いいですよ。サクつける機能です。これ自分で取った種なんです。はい、一尺の半分五寸。五寸に一粒。置いて押し込む。で、刈った草をここに乗せておくんですが、ここさっき刈ったような草じゃもう全然足りない、はい、隣の在来農の人が目の敵にしている草をもらってきて、もらってこれもらったんですよ。これをかけて、はい、ちょっと取ってみよう。ここ左が黒豆、右が青豆、はい、豆ってこんな木みたいになる。本当ですね、うん、うわ、こんなびっしりつくんだ。うん、土が垂れるって書いてある。うん、樹梅、やっぱり樹梅のよりいいな。おお、いい匂い。こうやってすぐ折れちゃうから、でここへ残して、ここでね腐ってもらう。ほら、こんなにするな。うん、まあコロナでね、まあ、自然界を壊しすぎたとみんな思ってんだよね。うん、人間界が自然界に入りすぎたからあんなことが起こるんだと思ってる。でその人らは一歩下がろうかと思ってる、うん、人間界は一歩引くべきだと思ってる。一人一人がね、自分の暮らし方を見直したらいいと思うわ。